2018年5月13日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第3425話、一人多い。先月女4人で愛犬に旅行に行った時の話です。4人一緒に大きめの和室に通されたのですが、部屋を見てみると浴衣と湯飲みが5つずつ用意されていました。まあその時は旅館の人が数を間違えたんだなくらいにしか思ってなくて、友達と遭難して部屋の四隅を回る階段あったよね。一人増えてたり、とふざけてました。観光した疲れもあって、10時くらいにはもう全員寝たんですが、寝たのがいつもより早いせいか夜中に目が覚めて私一人でそっとトイレに行きました。帰ってきて布団に入ろうとしたら、もう中に誰か入ってるんですよね。最初、ふざけて誰か布団に入ってきたな、と思って両隣を見たら、どっちにも寝てるんですよ、で、あれ?と思って部屋の一番隅の布団に目を凝らしたらそこにも寝てる。みんな私に背を向けて寝てて後ろ姿の髪の毛しか見えません。ゾーッとなって布団めくりかけたまま動けなくなりました。自分の布団に寝てるのが今にも寝返り打ちそうで。かといって動いたらこっちを向きそうで怖くてそのままずっとじっとしてました。そしたら突然、うぅ、って声が後ろから聞こえてビクッとなって振り返ったら、友達が寝言言いながら寝返り打ってるところでした。それで慌てて自分の布団の方に向き直ったら何もいなくなってて、すぐに立って電気つけたらやっぱり4人しかいませんでした。でもその日はもう眠れませんでした。冒頭の怪談話でも本気で嫌がるような怖がりの子が多かったので、翌日は何も言わずに立ちました。一人より大人数で泊まる方が安心だと思ってましたが、そうでもないですね。ネットで見つけた怖い話。第3426話、一つ目うさぎ。二分の一。それでは私の体験談を。長い上に読みつらいです。すみません。当時小学校低学年だった私は、飼育係で、校庭の隅にある小屋には何匹かうさぎがいました。掃除当番で小屋に向かうと、乱暴者でいじめっ子の上級生、男、が小屋の中で何かしているのを目撃しました。私も彼にいじめられたことがあるのでどうすべきか迷っていると、彼は私の視線に気づいたのか、驚いて走り去っていきました。急いで小屋に入ると、薄汚れたウサギがぐったりとしているのを見つけました。ウサギの手に血が滲んでいて、どうやら彼はウサギをいじめていたようでした。応急処置をしようと思ってウサギを抱き上げると、それと目が合いました。私は、ウサギの顔を見て、危うく悲鳴を上げてウサギを落としそうになりました。ウサギには目が一つしかありませんでした。しかも、顔の中央についているそれは人間の目でした。正直怖かったのですが、飼育係としてなんとか答え、小屋に備え付けてある薬箱でウサギの治療をしました。そのウサギを小屋に戻して掃除を始めようとしたとき、私は何か妙な音を聞きました。文字に表すなら、ヒュル、ヒュルルという感じの口笛のような音です。風の音かと思っていると、その音に混じって機械音のような高い声が聞こえたんです。ヒュー、ヒュルル、事故、事故、と。発音は、事故。のものでした。驚いてあたりを見回すと、また声がしました。ヒュルル、それはさっきウサギをいじめていたクラスメイトの名前でした。気のせいではないと確信すると、さっきの一つ目ウサギと目が合いました。愕然とする私の前で、ウサギは、ヒュルル、潰れる、潰れる、腕、腕、と言ったのです。私が思わず、どうして?と聞くと、ウサギは、ヒュル、インカ、インカ、と答えました。信心深い祖父母によく言い聞かされた、因果応報、のことかと思い当たりました。実は A は以前、遊び半分でウサギの腕を折ってしまったことがあったのです。
親がいわゆるモンスターペアレントで、教師は注意しかできなかったようです。そして、このウサギも腕に怪我をしていることから、彼はまた同じことをしようとしたのでしょう。驚きと恐怖のあまり、私は、そこから逃げ出しました。二分の二。次の日、小屋に行ったのですが、一つ目のウサギの姿はありませんでした。あれは夢だったのだろうかと思って教室に戻ろうとすると、目の前に A が立ちふさがりました。お前、昨日見てただろう。先生にチクったら殺すからな。そんな感じの脅しをされ、私が何も言えずにいると、不意にあのウサギの声がしました。ヒュルル、ヒュー、下がれ、下がれ。と、不穏なものを感じて、私がとっさにこう耐えると、次の瞬間 A の姿は消えていました。飼育小屋の隣にある、補修工事中の倉庫の壁に立てかけてあった鉄筋が A の上に倒れたのです。A は鉄筋の下で、腕が潰れた、痛い。と何度も叫んでいました。見ると、ぺしゃんことまでは言いませんが、腕が鉄筋の下敷きになって潰れていました。鉄筋が倒れる際の轟音と私の悲鳴を聞きつけた教師たちが A を助け出し、彼は救急車で運ばれていきました。呆然としていると、飼育小屋から視線を感じました。振り向くと、扉には固く鍵をかけたはずだったのに、あの一つ目のウサギが小屋の前に座っていました。ウサギはあの独特の、ヒュルル、という声を出した後、返したぞ、この恩返したぞ、と。昨日聞いた機械音のような声とは違う、のぶとい男の声でそう言うと、駆け出して近くの茂みの中に消えていきました。それ以降、そのウサギに会うことはありませんでした。もしあの時、ウサギを見捨てて帰っていたら、私も鉄筋に潰されていたかと思うとゾッとします。ネットで見つけた怖い話。第3427話、タイミング。高2の時、ばあちゃんが死んだんだけど、そん時ぐれてて葬式にも出ずに彼女の家に泊まってたんだ。何の罪悪感もなくその夜も普通にセクースしてた。そしたらやってる最中に彼女が突然泡吹き出して白目になって。ばあちゃん、もう行くけんの。元気で高校行きんさいよ。って言った、普段の彼女の声じゃなかった。それから彼女が起きるまで、20秒くらい。呆然としてたあのくらい怖い体験はなかった。ネットで見つけた怖い話。第3428話、にやける女。1、自分が勤めている会社の事業所は結構な田舎にあって、自分はそこから徒歩15分ほどの、独身寮に住んでる。先週、同じ寮に住む35歳の先輩、A さんとする、が亡くなって、葬式があったんだが、A さんと同期の先輩、B さんとする、から聞いた、その死に関する、話が自分的にシャレにならなかった。そもそも、死に方が普通じゃないんだ。事業所から傭兵は、事業所の裏門を出て住宅街を抜け、県道に出て少し歩いてから、また細い道に入るというルートなんだが、その県道に直行して小川が流れていて、帰宅途中で橋を渡ることになる。A さんは、その橋の下の浅い川に転落して死んでいたと。いうことだ。橋といってもちっぽけな橋で、歩道の欄干から川もまで、せいぜい3からメートル程度。足から飛び降りれば怪我すらしない高さだが、A さんは頭から転落し、川底に頭を強く打って死亡したらしい。現場には争った跡もなく、自殺だとしても、そんな場所を選んで自殺するとは考えにくい。また、遺書などもなかったらしい。警察としても事件性があるという判断はしなかったようだが、どうにもおかしいと思っていた。住んでいる町から30キロほど離れた A さんの実家で行われた葬式は辛いものだった。35歳の一人息子を亡くしたご両親の様子はもう、見ていられないものだった。また、車に乗せてくれた B さんも、
A さんとはとても親しかったそうで、本当に悲しんでいた。自分は正直、A さんとは個人的な付き合いはほとんどなかったのだが、ご両親や、B さんを見ていると胸が詰まって辛かった。そして、葬式の帰りのこと。B さんはなんだか精神的に参っているようで、自分が、運転を変わろうかとも思ったんだが、大丈夫だ。とのことで、息と同じく運転して、もらっていた。しかし、途中、B さんは不意に車を路肩に止めて、おえつし始めた。A は殺されたんだ、え?と言葉に詰まっていると、B さんはぽつりぽつりと話し始めた。ことの起こりは A さんの死から2週間ほど遡る。その日、A さんは B さんや他の、仲の良い同僚と、事業所の正門前にある飲み屋で11時過ぎまで楽しく飲んでいた。らしい。お開きになって、飲んでいたメンツはタクシーやら代行やらで帰宅し、A さんは徒歩で事業所を通り抜け、裏門を出て事業所裏の住宅地にに差し掛かった。田舎なので街灯があまりないくらい道を歩いているとき、ふと A さんは違和感を感じて、ある家の塀を見た。塀の上に顔だけ出して A さんを見ている人間がいた。思わず立ち止まってしげしげと。眺めると、それは40ぐらいの女だったが、その表情が異常だった。ニヤニヤと、いやらしい笑いを浮かべて A さんを見ていたらしい。A さんは、なんだこいつ?と思ったが、その家に住む精神を病んだ女なのだろうと。判断して、興味を持たれても困るので目を合わせないようにして、その塀の脇を、抜けていった。塀から数メートル離れてから振り返ると、女はやはり A さんに向けて、ニヤニヤ笑いを浮かべ続けていたそうだ。A さんはせっかくの楽しい気分も台無しになって胸くその悪い思いで帰宅した。週明けに A さんから話を聞いた B さんは、関わり合いにならないように気をつけろよ、と助言して、その話はそれっきりになったはずだった。しかし、4日後、B さんは切迫した顔つきの A さんから、記者の地に例の飲み屋で、話を聞いてくれと持ちかけられた。何か尋常じゃない雰囲気を感じた A さんは、その日に済ませたかった仕事を翌日に回して早めに帰社し、飲み屋へ向かった。3。何があったんだ?あの女がまたいた。ニヤニヤと俺を見てやがった。どこで?東京だ。山手線に乗っていたら、反対側のホームの人混みの中で、ゴミ箱の、向こうから顔だけ出して、また笑ってやがったんだ。話によると、日帰り出張の帰りの電車の中でそれを見たらしい。電車はもう動き、初めていたため、どうすることもできなかったとのことだ。B さんは、ここに至って、A さんが何か精神を病んでいる可能性を疑ったらしい。その精神異常者の女が A さんに執着したとしても、部外者に A さんの出張日程や、出張先などわかるわけもなく、尾行していたとしても、A さんがいつ頃そこを通るか、どの車両に乗っているかなどを考えて先回りするなど不可能なはずだ。その女は A さんの幻想なんじゃないのか。お前、何か悩んでいるんじゃないのか?しかし、B さんがそう聞くと、A さんはその女のこと以外に悩みなどないという。実際、A さんは仕事も充実し、プライベートでもとても楽しそうにしていたそうだ。B さんは、わけがわからないながらも、とにかくそいつを見つけても危ないから、近寄るな、としか言えなかったという。4。しかし、さらにその数日後、B さんもそれを見てしまうことになる。その日、A さんと一緒に事業所の正門の近くにある中華料理屋に昼食を取りに、向かっていた時のこと、突然 A さんが立ち止まり、無言で前方を指さした。B さんがそちらを見ると、いた。数十メートル向こうの家の塀の上に、こちらをニヤニヤと見ている女の顔。無性に人をイラつかせるその笑顔を見ながら B さんは数秒間固まっていたが、急にムラムラと怒りがこみ上げて、B さんはそいつを問い詰めてやろうと走り出した。
かし、女はすぐに顔を引っ込めてしまい、その敷地に無断侵入して裏まで探したが、もうどこにも姿は見えなかった。女が実在することが分かって、B さんも対処を考えたが、ストーカーとして警察に、通報しようにも、何も立証するものがない。どうしたものかと数日考えていた。ところ、夜自宅にいる時に、突然 A さんから電話がかかってきた。助けてくれ。あいつは人間じゃない。どうした?何があった?あいつが俺の部屋に来たんだ。マジか。今どうしてるんだ?外に出た。お前の家に泊めてくれ。わかった。ローソンのとこで待ってろ。5. B さんは奥さんにそのことを伝えてから、携帯で A さんと話し続けながら車に乗り、県道沿いのローソンに向かって車を走らせた。道中、何があったかについて、A さんから聞いた話は次の通りだった。A さんが帰宅して風呂に入り、T シャツに半パンで部屋に戻り、ベッドに腰掛けて、メールを見ようと携帯を手にしたとき、それが目に入った。ジャケットや、シャツなどをかけているハンガー。平行な棒に洋服をかけるようなもの。の、服と服の間から、再びニヤニヤ顔だけを出していたそうだ。しかし、並んだ洋服の下に見えるはずのそいつの下半身が見えない。それにビビりながらも、怒りの方が、勝って、A さんは、てめえ、と叫びながら、脇の洋服をどけた。そこには顔しかなかった。ニヤニヤと笑う女の顔だけが、空中に浮いていた。転がり出るように部屋を出て、手に持っていた携帯でとにかく B さんに電話を、かけたのだという。そして、そこまで話したところで A さんは突然黙った。おい、どうした?B さんが聞いたとき、うおーおー。という叫び声と激しい衝撃音を最後に、A さんは何も言わなくなった。6. 激しい胸騒ぎを覚えつつ、B さんは車を飛ばしてコンビニに着いたが、A さんの姿は、そこにはなかった。車に置いてあった懐中電灯を手に、走り回って周辺を探したところ、例の橋の歩道に落ちている携帯を発見し、まさかと思いながらその下の、川面に懐中電灯の光を当てたところ、倒れている A さんを見つけたという。駆けつけた警官にも、その後の事情聴取や現場検証でも、B さんは何度もその、一部始終を話したが、取り合ってはもらえなかったそうだ。むしろ疑われたようだと、言っていた。その女の正体も全くわからないし、なぜ A さんがそんな目にあったかも全くわからない。その女を見てしまった B さんも同じ目にそうはないかが心配でならないが、今のところ、大丈夫のようだ。それにもまして怖いのは、自分の住んでいるこの建物にそいつが、来たらしいという話だったりする。今のところ何も見てはいないが。ネットで見つけた怖い話。第3429話、出土品。俺の通っていた小学校であった話なんだが、ちょっと聞いてほしい。その小学校は山を削って作った新興住宅地の真ん中に立っており、俺が小学校4年の時にできた真新しい学校だった。開校して約1年、俺が5年生の時の話だ。この辺りの小学校にはグランの端っこに砂山と呼ばれる。高さ3メートルくらいの土砂で作った山を作るのが通例となっており、もちろんこの学校にも作ってあった。本来、登ったり駆け下りたりして遊ぶものなのだが、ある時、生徒の一人がいろんなものが埋まっているのを発見し、たちまち発掘作業が俺たちの休み時間の楽しみとなった。出てくるもの、木片のようなもの木と呼んでいた。陶器の破片瀬戸物と呼んでいた。古銭昔の金と呼んでいた。中でも古銭が一番人気で、掘り出したら筆入れの中に大切に保管していた。たくさん溜まってくると、自分たちのコレクションを見せ合ったりして、みんなで楽しんでいた。
いつまでもそんな時間が続いていくことを疑ってすらいなかった。そんなある日の休憩時間、事件は起こった。なんかこの石四角くねえ？俺は、発掘作業中に突き当たった大きな石を掘り出しかけて、奇妙な点に気づいた。その石は平面と90度の角、直線によって構成され、どう見ても、自然のものには見えなかったのである。おわ四角い四角い、近くで発掘作業中の友人二人が食いついてきた。一緒に掘り出そうぜ。おっしゃー。小学生のテンションは高い。作業が進むに従って石の表面には文字が刻んであることが判明する。小学生に読めるような書体ではなく意味はわからなかったが、三人とも気づいていた墓石だったのである。うげえ、俺たちは先生に報告しようと教室に向かって走り始める。走りながら出土品が脳内変換されていく。古銭、六分銭、三途の川の渡し金として墓に入れるやつ。たまたま親に聞いて知っていた、陶器の破片、割れた骨壺、木、人骨？なぜおかしいと思わなかった。金を土の中に埋めるやつがいるのか？それも大量に。陶器の破片はなんで全部白いんだ？土に長い間埋っていた木がボロボロになってないわけないじゃねえか。自分たちのバカさ加減に呆れながらも、俺たちは校庭を駆け抜け、先生に報告した。次の日、出土品はすべて学校側が回収。砂山の石は表面に露出しているものだけ用務員さんが掘り出して、軽トラに積んでどっかに持って行ってしまった。ほとんど墓石だったらしい。学校の立っている場所は昔は山だったのだが、山麓の集落の墓地になっていたようで。整地作業の時、まとめてぶつぶして余った土砂で砂山を作ったらしいとのこと。全くいい加減な業者であるその小学校はどうしたかって？まだちゃんとありますよ。砂山も、中には、まだたくさんの墓石とか人骨が埋まっているはずえ？すれち？まあ、怖くはないかもしれねえけど、シャレにならないことは確かだろ。ネットで見つけた怖い話。第3430話、帰ってきた娘。ちょうど昔住んでた家の近くを通りかかって、その時にあった怖い話を思い出した。近所にばあさんが一人で住んでた。ある日、家出した娘が子供を連れて帰ってきたらしく、ばあさんは人に会うたび嬉しそうに、娘が帰ってきたの。孫も一緒よ、と話してた。それから1ヶ月ほど経った時、ばあさんが急死した。結構な歳でお世辞にも元気だったとは言えず、娘が帰ってきて安心したから気が抜けたんじゃないかってことで片付けられたんだが、葬式の直後に娘が警察に捕まった。どうやらばあさんがボケてるのをいいことに、娘を偽って住み着いていたらしい。別の町で、老人の家を訪ねては、お母さん、お父さん、ただいま、という子連れの女の目撃が多数あったようで、そこから発覚したそうだ。その後どうなったかはあまり覚えてないが、ばあさんが住んでた家は今もあり、誰かが住んでた。今日のオカルトスレ。心霊体験と全くヘリがないからそういう話聞かせてくれ。自分が霊感あるやつとか、周りに霊感ある人がいるやつとか、どんな体験したことあるかとか教えてほしい。リンク。子供の頃実家で白い女の人を見た気がする。実家のどこにいたの？そういうの羨ましい。廊下。一度だけなのか、住み着いてるってわけでもないのかな。昔住んでた家は1階に誰もいないのに階段上がる音やドアが勝手に開いたりしてたな。神主のじいちゃんは一人で座ってる軍服の男の幽霊見えてたらしいが俺は、全く見えなかったわ。今は神主ついでるが見えねえ。まあそんなもんよ。霊は見えないけど音とかは聞こえてたってこと？
はっきり見える人とかってすげえよな、マジなのかはわからんが。階段上がるときってゆっくり上がってもトントントンって足音するじゃん。それがよく聞こえてた。毎日音するから特に気にしなかったが今となっては怖い話だわ。あとマンションのゴロだが家に帰ると変な空気で、いきなり針時計が高速で進んだり戻ったりしたことあったが、あれは人生で一番怖かったな。マンションの話もかなりやばいな。そういう系にヘリのあるやつなんだな。神主ってのも関係あるのかもしれんが、全然そういう経験ない側としては羨ましいわ。今思い出しても鳥肌立つ。安い電波ですらないカスト系だったが、30秒分を10秒ぐらいで戻ってその場で5秒ほど停止。そんでいきなり時計回りに入院って45秒分進んで普通通りに戻ったんだよ。あれはガチでやばかった。姉と一緒に見たけどトラウマすぎる。あー怖寝るわ。めっちゃ興奮しそうだけどな。確かに怖いわ。ありがとう、おやすみ。見えないものを見ようとする心があれば見えるよ。君は見えるの？一般的な幽霊とかお化けの像から頭を離れたら見れた。それは幻想だったかもしれないけれども俺にとっては真実だった。像から離れるってのはステレオタイプ的な幽霊のイメージを捨てるってこと？捨てるというより多数あるイメージの一つとした。作詞の高度なものという感じ。しすぎるわ www、 もうちょい具体的に説明してくれっつってもきついか？哲学的なものだな。人間の無意識でもあるし想像力でもある。認識の位相を生活に支障のない範囲でずらしてる。やっぱしすぎてなんとなくしかわからんわ www、 ありがとうな。理性的判断を下しながらもこういうこともあるかもしれないという余地を持たせておくこと。けれどもこのスレに書いてあるような大きな過去とは結局ないわ。なんなんだ今日はすげーのばっかよく書き込まれてるけど。こういうこともあるかもっていう心持ちか、わかった。地味でも多少なりともそういう経験をするんか。ずっとなかったけれどもそれに気づいてから少しだけ見れたな。子供の頃の感覚を思い出したとも言うか。子供の頃を思い出すか、やっぱり小さい時のがそういう感覚強いのかねー。そういうのって多分単純に子供の頃を思い出したり芸術的なものに触れると思い出せるんじゃないかと思ってる。ただ俺、小さい頃から多分霊感ほぼないんだよなー。友人と肝試しに行こうと現地集合したら他の奴らと会えなかった。でも連絡取ったらすでにいるって話だし怪しんで現場の写真も送ってもらったが俺のいるはずの場所に誰も写っていなかった。怖すぎだろ、その場所有名なの？ VIP で心霊スポット行った奴がヤクザに追われて消息不明になってたな。マジかよ。そのスレとか残ってんの？心霊スポットの何が怖いって、霊よりもそこにいる人間だよな。静岡心霊スポット。VIP で検索すれば情報たくさん出てくるよ。ありがとう。前職介護だったけど夜中に廊下からスリッパの音がしたから様子見に行ったら誰もいなかった上に、全部の部屋回ったけど全員寝てたってのはあった。あと人が亡くなった翌日その部屋がすげえ線香臭かったってのもあった。前者は俺しか聞いてないから空耳かもしれないが後者はその日ので勤務してた職員全員が確認してるから間違いない。介護とか医療とか、そういうのに携わる人はやっぱりそういう経験しやすいんだな。不謹慎だとは思うけど体験してみたいわ。霊感あるって言って友達作ってるやつがいた。ネットで調べたらそこそこ有名だった廃旅館。最初はお互いに相手をはめてるんだと思って面白がってたんだけど、だんだん違和感出てきた。そんで何回か電話したり写メ撮って送り合ってたら俺の携帯の充電切れたから俺だけビビって先に帰宅。友人も連絡つかなくなった俺を心配して俺の家に来たりしたけど特に心霊体験とかはなかった。その時の写真は？古い携帯だから今はデータがないが、俺が座ってたはずのベンチと車止めてた場所、
廃旅館の入り口周辺くらいは撮ってたかな。8年くらい前の話だからところどころ抜けててすまん。不思議だな。よくそんな体験できたもんだ。まあちょっとした不思議体験レベルだし、当人以外には場所の勘違いとかドッキリの一種にしか思われないから話のネタとしては弱いけどな。ただ当時は神隠しってこういう風に起きるのかって本気でビビってた。十分怖いわ。全く得体が知れないな。勘違いだとしても当人にとっては、小さい頃住んでた家の前は信号もある交差点なのに結構な頻度で事故起きてたな。あとは毎晩同じ夢見るとか雨の日に外見たら日本人形みたいな正気のない顔が窓に映ってたりと曰く付きの物件だったのかもしれない。どんな夢？日本人形みたいな顔はかなりきついな。魔女？に追いかけられる夢で自分の家がすごい入り組んだ迷路みたいな先にあって一度だけ逃げ切れたんだよ。その後扉どんどんされて開けたらダメって言ったけど母ちゃんが開けちゃうんだよ。その3年後くらいに母ちゃん死んじゃったけど関係ないかな、わら。あとは同じ時期に母ちゃんがどっか遠くに行ってしまう夢見たけど未来予知的なものだったのかもしれないな。すごすぎだろ。無神経な質問で申し訳ないんだけどお母さんの亡くなった理由は病気かなんか？心臓病かな。入院して1週間も経たず行ってしまわれた。家族が死ぬ夢とかは俺もたまに見るから怖いな。ちなみにお母さんが夢の中でドアを開けちゃうとその後はどうなったとか覚えてる？結局追ってきた魔女じゃなくて知らない人が出てきて終わり。顔も覚えてないし男か女かもわからなかった。それはそれでクソ怖くてクサ。それ時空のおっさんじゃね？アパートで一人暮らしだが、夜寝てたらガチャって玄関のドアが開く音がして。え、なんで開くの？と思って起きて玄関の方見たけど、ドアは開いてなくて。なんだ夢か隣人か勘違いかと、また寝たら。すぐに今度はシャワーがキュッチャーって流れる音がして起きて。おいおいまた夢かよと思って一応起きて確認したけど、もちろん水が流れた後すらなくて。夢の音でかすぎはろたってニヤニヤしながら寝ようと布団を見たら。布団の上に正座した髪の長い女がいてこっち見てた。絶叫しそうになって気づくと寝てて、全部夢だと知った。変な汗だらだら出てたけど、ひとまず安心してたら玄関のドアがガチャ。次にシャワーキュッチャー。え、と思う間もなく布団の上に髪の長い女がいつの間にかいた。絶叫しそうになって気づくと寝てて、全部夢だと知った。これを10回くらい繰り返した後、目覚ましが鳴って本当に起きた。俺的にこれが一番怖いわ。夢の中で夢を見てた的なやつか？子供の頃3日続けて黒い霧に白い目だけついた何かに足から食われる夢見たな。夜中に自分の部屋の時間相応の暗さでベッドから動けずに飲み込まれていく感じ。初日は腰まで、次は胸のあたり、最後は首まで来てたけどそこでぱったり。頭までいかれてたらどうなっていたのかちょっと気にはなる。猿夢だっけ？なんか似たような話あったよな。次同じ夢見たら死ぬパターンやんけ。笑い。怖いこと言うなよ。俺は、ハンマーヘッドシャークには勝てる気がするけどマヌルネコには勝てない的なあれなんだよ。でも形はなんかバクとかその辺に近い感じがしないでもなかったから多分死にはしないと思う多分。バクはバクでそれも怖いけどな。同じ夢を続けてみる経験とか楽しそうだわ。俺も幼少期に同じ夢何度か見た経験あるような気がするけど、大人になるとそういうのもないよな。小さい頃は疑問に思わなかったけど白い服の男が家にいて、壁をすり抜けていた。別にそれ以上のことはない。体格は細身で身長が高い男、顔はよくわからんから最近はボスさんに脳内で合成した。いつも家にいたの？日常的にいたよ。水平に移動する語ってるだけだった。
引っ越したらいなくなったからそのアパートにいたものだと思われる。すげえ、なんで不思議に思わなかったのかが不思議だけど、その白い男以外に今まで霊見たことある？瞳が一つこちらを見ていたことならある。子供の妄想かもしれないし。やっぱり子供の頃なんだな、そういうのって。白いやつがずっとうつむいてるのもなんか悲しいよな。助けてあげたいわ W。 実家で弟が霊を見たらしいが俺は一度も見たことない。おじいちゃんが死んだ時夢に出て手を振ってた。下半身不随のはずだけど立ってた。不思議な経験ってただ不思議なだけで階段みたいにまとまったり落ち着いたりしないよな。それすげえ今回思ったわ W。逆にそれがリアルなんだけどさ。高校の部活の帰り道で、その時一緒だった友達と UFO を見た。近所の家の屋根の20メートルくらい上空ですげー近かった。遠く離れるまで見てたらそのうち光り出して二つに分裂して消えた。ニュースにも新聞にも出なかったから、友達と二人であれなんだったんだって話した。小さな不思議体験って思い返したら割とみんな持ってるもんだよな。それは実際には科学的に説明ついたり思い違いだったりすることもあるけど、その中に本物が混じってると夢があるよな。理性的に全て説明することにつまらなさを感じるし本質的ではないと思う。得体の知れないことがなくては味気ないしそれがなくては人間の進歩もなかったはずだ。一つだけ。母親が癌で闘病中に夢を見た。緑の蛇が出てくる夢。いつもの夢はモノクロなのに。その時見たのは鮮明な緑色の蛇。その数ヶ月後母親は亡くなった。後で調べたら緑色の蛇を夢で見るのは良くないらしい。深夜に友達と二人で廃墟探索に行った。すごく大きい公園の中にある廃墟で、周りの柵をなんとか乗り越えてやっとで忍び込んだ。懐中電灯を照らして中を探索してしばらく経った頃、建物外で明かりが動いてるのが見えた。巡回の警備員が来たかもしれないと、こちらの懐中電灯を消して、座り込んで息をし殺して、そいつがいなくなるのをひたすら待った。そのうち足音が聞こえて、それがだんだん大きくなって、足音が廃墟内に移って、真っ暗闇の中、目の前を足音だけが通り過ぎていった。俺も友達もガタガタ震えるほどビビって、足音なくなってから急いで逃げ帰ってきたな。大学時代の話。すんで。おしまい。